速報、ここは第3ベンチではありませんでした。今通りがかった人にこの上にベンチありますかって言ったら、 ありますよって言われたから、第3ベンチ前のベンチです。だけどもうさっきから50分歩いたから、お昼ご飯にしたソーセージサンドです。いただきます。香ばしく焼けている。ランチタイムに35分ぐらい使ったかな。今1時20分ちょい前です。ここから一応コースタイムでは3時間ぐらいになってんだよね、山荘まで。果たしてどうなのか。まあ3時間ってことはあと2回休憩を挟まなきゃいけないってことだからね。まあとりあえず頑張って行ってみます。レッツゴー。ご飯美味しかった。遠かったね。第3ベンチやっと着いた。いい、はあ、第2ベンチからさらに1キロなんだね。そしてちょうど円山荘まであと半分となりましたが、こっからが急坂本番のようです。頑張ろう。上の段にもベンチがあった。やっぱり結構たくさんベンチがあるんだな。なんか最初第1ベンチ第2ベンチっていうのを聞いた時はなんか1個ずつしかベンチがないイメージだったけど、でも人がめっちゃ多いから、え、みんなベンチに座るわけって思ったけど、みんな座れます。いい景色、街が見える。安曇野らへんかな。やっと周囲の山と同じぐらいだったりそれ以上だったりの高さに来た。ベンチに着いた。よかった、頑張った。第3ベンチちょい手前、15分手前のお昼休憩どころから1時間7分歩きました。ちょっと距離忘れちゃったな。とにかくあと 2.4 キロ。休憩終わり、なんか20分ぐらいのんびりしました。ここまで第2ベンチから ここまでっていうか合戦小屋までが1時間50分のコースタイムだったんだけど、ほぼほぼ今コースタイム通りペースで来てます。でここまで350メートルぐらい上がったらしいんだよね。まあ足相当疲れたけど、でもなんかポールのおかげで息が上がらないのがすごい楽なんだよね。やっぱりこれは相当効果を出している感じがする。切り札的で、こっから150メートルぐらい上がったら合戦小屋なんだって。で合戦小屋は通過してスイカは食べず、
有名なやつね。その後に合戦なんとかその後に合戦沢の頭っていうところがあるらしいから、そこまで、さらに100メートルぐらい急騰して休憩しようと思います。でそこからはなだらかになって円山荘まで1時間、だからまああと1時間半2時間、まあ、5時までに小屋に着きたい、本当は4時半までに着いてくださいぐらいのことを書いてあったんだけど、頑張ります。レッツゴー。うん、だいぶ周囲の山と同じぐらいの高さに来た。やったー、河川小屋まであと10分。今星ガラスの群れにあったよ。群れなのかわかんないけど、みんな可愛いの、鳴き声も可愛いの。あ、河川小屋まであと5分。もうちょっとだけど、そこで休憩できるわけじゃないんだよね。水だけ飲みたいな。着いた。きつい。合戦小屋着いた。水飲みます。